2019年初夏、山木和人、幼少の頃父親の手ほどきで釣りを始め、やがてバスフィッシングにのめり込む。その後 JB プロトーナメントに参戦、通算26回の優勝を飾るなど輝かしい成績を収めた。プロアングラーとしてもバスのみならずソルトウォーターフィッシングに幅を広げ、ルアー、ロッド、リールのデザインや開発に携わっている。箱根湾、関所跡下、古い桟橋が沈められたポイントに着くプリスポーンのバスをチェック。で、ここだけで 1,2,3,4,5,6 8匹ぐらいいるんだもん。ずっとうろちょろうろちょろ。でもこんなの釣れたらすごいっすよ。沈んでいる古い桟橋はこれから産卵に向かうバスの絶好のコンタクトポイントになっていた。芦ノ湖の南側白浜、水中のストラクチャーや岩が点在するシャローエリア、ここはですね、白浜っていうポイントなんですけどね、結構有名ポイントです。遠浅の砂浜がベースで、昔は木造の桟橋が2本あったんです。で、その桟橋にはね、結構いいバスがついてて、トップとかでも楽しいスポットだったんですけど、残念ながらね、撤去されてしまって、今こうつるーんと何もない感じ。よっしゃよっしゃ、こんな食い方するんだ、感動しちゃった。タイニーチャガースプーク、ウェイト4分の1オンス、チャガースプークのダウンサイジングモデル。ベースとなるチャガースプークは1938年ヘドンカタログに登場。フロントカップはダーターでなくポッパーとして開発され、そこから発生する音はチャガーサウンドと呼ばれた。バスの捕食本能を刺激するだけでなく、多くのアングラーに愛されている。タイニーチャガースプークは小型サイズだが、動きや基本性能は変わらない。このね、タイニーチャガーで透明度の高いシャローでベイトを探すバスを小刻みな首振りアクションで誘う。僕のイメージのチャガーってちょっとずんぐりむっくりした短いやつのイメージだったんですよね。まあ魚の反応もちょっと鈍いし、浅いところで見えてる追い川とかもね、ちょっとちっちゃめなんで、このタイニーチャガーで。でも本当に浅いですね。ところどころにこうちっちゃい岩が落ちてたり、枝が落ちてたり、でこの駆け上がりの線がね、すごい複雑だったりして、今でも多くのバスをストックする場所なんですけど、どちらかというとやっぱり風が当たって小魚の活性が上がって、こんなね、ちっちゃいユスリカとかがこうハッチし始めて、小魚がぴょんぴょんそれを食べ出すとバスも上がってくる。来た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 、よっしゃ、チャガーですわ、やった。うわ、丸飲み、やった。
30年ぶりに水に入ったチャガーが丸飲みされました。すごい。ルアーが落ちたところはね、だいたい水深20センチ、そこから沖に向かってちっちゃいポップ音を立てながら首を振らせてきたら、おそらく1メートルあるかどうかぐらいのところで、岸からついてきたんじゃなくて沖から岸に向かって魚がビューって入ってって、まあいい食い方してましたね。思いっきり吸い込んでくれて。よっしゃ、こんな食い方するんだ、感動しちゃった。